はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。皆さん、8月の12日に発売されるラッシュデュエル最強バトルロイヤルというゲームはご存知でしょうか。実はですね、現在このゲームの体験版が無料配信中でございまして、本日はこの体験版を私リュウがガチで5時間遊んでみたんで、このゲームに対するですね、私の感想と良かったなと思った点、そしてここはいただけないなと悪かったなと思った点、こちらをねお伝えしたいなと思います。カードゲーマー実況者として思いのままを皆さんにお伝えしますが、あくまでも私の個人的な意見でございますので、あしからず。では行きましょう。良かった点8個。ラッシュデュエル自体のゲーム性が面白い。そもそもの、ラッシュデュエル自体がやっぱ面白いんですよね。画期的なルールをね採用してまして、今までの遊戯王とは違う、展開力であったりとかドローだったりとか、まあ、曲がりやすさだったりとか、ラッシュデュエル自体のゲーム性はかなり面白い。ただただロミンちゃんが可愛い。ロミンちゃんっていう、まあ、ゲーム内に出てくるヒロインがいるんですけど、およそ小学生とは思えないファッションセンスとしまして、キャバ嬢かなっていういう、なんかヒロインがいるんですよ。スカート短すぎだろみたいな、そのロミンちゃんが可愛いという点がいいところですね。エフェクトはちょくちょくかっこいい。エフェクトがあるんですけど、もちろんゲーム内にね、結構そのカードを召喚したりとか、あとなんか攻撃したりとか、エフェクトはね、ちょいちょいかっこいいかなと思いますね。絶妙に安っぽい召喚ムービー。安っぽいんですけど、召喚ムービー自体は。召喚ムービーはあるんですよ。リンクスの召喚ムービーをイメージしてもらったらいいと思います。なんかあんな感じで。親近感が湧きますね。やっぱ、ずっと僕はデュエルリンクスというゲームやってたんで、それの召喚ムービーと似たようなもんがあるんですよね。このゲームの召喚ムービーも。なんで結構親近感が湧くという意味では良かったなと思います。召喚ムービー設定モンスターが相当多い。まあいろんなモンスターに召喚ムービーが設定されてるんですけど、これ相当多いですね、召喚ムービーが。大体なんか SR 以上だったら大体全部のモンスターに召喚ムービーあるみたいなイメージで捉えてもらえばいいと思うんですけど、すごい こいつにも召喚ムービーあるんだみたいなことが起きるんで、ムービーの数は本当にすごい。5枚ドローが気持ちいい。やっぱりですね、ラッシュデュエルっていうのは、まあ、他の遊戯王と違って1ターンに1枚ドローじゃなくて、まあ、5枚とかドローできるわけですよ。5枚ドローしてなんか5枚展開するみたいなこともできるんで、これやっぱ気持ちいいですね。人のデッキレシピをパクれる機能がある、まあ、これは、まあ、いい点でもあるし悪い点でもあるなとは思うんですけど、フレンドになった人 その使ってるデッキとかが分かったりするらしいんですよ。なんで、例えば強いデッキを、まあ、知ることができますし、簡単にね、体験版のデータを製品版に引き継げる。これはまあ最近のゲームなんでね、だいたいこういう風になってますけど、まあ、体験版をやればそのデータを製品版に引き継ぐことができるんで、だから体験版をねやり込んでカードをゲットしておけば、まあ、製品版でスタートラッシュを切れるということがあるんで、まあ、これはいい点ですね。さあ続きましては悪かったなと思う点ですね。15個あります。多すぎるけど。まあこれも個人的な意見なんで、皆さんがどう思ったかはちょっと分かんないですけども、個人的な意見だと思って聞いてもらえばいいかなと思います。はい。全体的に操作感がもっさりしていて、ちょっとイラッとする。これね、僕がね、デュエルリンクスっていうゲームに慣れてるからなのかもしれないんですけども、なんかね、操作感がね、もっさりしてるんですよね。現代ゲームにはあるまじき謎の操作感なんですけども、例えばね、モンスターを破壊するエフェクトとか、あとデッキをシャッフルするエフェクトとか、なんかね無駄に感じてるんですよ。すごい。一応その操作感を速くするっていうことができるんですけど、速くしても遅いんですよね。個人的にはですよ、こうサクサク動いてくれるようにできればもうちょっとストレスないかなと思いましたね。紙芝居が長い。さっさとデュエルしたいんですけど、キャラの会話がすげえ長いんですよね。スキップもできないんですよね。なんかフルセリフとかであればね、声優さんの声が入ってるとかであれば嬉しいんですけど、まあ、そんなことなくて、まあ、ほとんどただの紙芝居をずっと見させられるんですよ。それ見てても別に楽しくないんで、なんでここはねスキップできるようにした方がよかったかなと思いました。チュートリアルのスキップができない。これ経験者ほどイラつくんじゃないかなと思うんですけど、このゲーム買って遊ぼうっていう人はね、どっちかっていうと初心者よりも経験者の方が多いと思うんですよ。遊戯王っていうゲームをやったことがある、ラッシュデュエルを少しでもかじったことがあるみたいな、まあ僕もそうなんですけども、まあ、そういう人にとってね、チュートリアルはね長いの、すげえ長いんだよチュートリアルが。しかもチュートリアルスキップできねえのよ。チュートリアルスキップはねさすがにね用意すべきだったと思うわ。しかもなんか別にさ、遊戯王のゲームって今までみんないろいろやってきただろうから、別になんかその操作方法ってその難しくないから分かるじゃないですか。なんですけどもう全部一から説明されるんですよね。
だからその辺でなんかその早く飛ばせるような機能を用意しておくべきだったなと思いましたし、あとなんかその設定でさっきも言ったようにエフェクトなどのなんかその速さとかを変えることができるんですけど、それを変えるまでにも相当の時間要するんですよ。あのね、体験版だからこそすぐにそういう設定はいじれるようにすべきだったと思う。 A を連打しないと会話が飛ばせない、ここ長押しでよくねと思いましたね。ドラララって連打しないと会話飛ばせないんですよ。なんか連打しすぎて右手の親指ちぎれ飛びましたんで、できれば長押しで対応してほしかったと思いました。ロードが長い、これシーンを切り替える時とか、あとデュエルが終了した後とかにローディング時間があるんですけど、これ長いんですよね。ローディングがすげえイラッとくる、イラッとくるぜって感じ。 CPU の考えている時間がクッソ長い。まあ対戦してる間 CPU もターン回るんですけど、 CPU 考えてる時間めちゃくちゃ長いんですよ。なんか考え中とか言われて無限に考えられるんで、まあ多分処理してるんでしょうけど、そのカードのどうやって順番でプレイしていくかみたいなのを。超遅いですね、さすがに。まあ人と人同士だったらしょうがないかなと思うんですけど、さすがに CPU 相手だともうちょっと早くね、考えてもらってプレイしてもらわないと、それがすげえイラッとくるから、これがテンポが悪くなる要因かなと思いました。まあ多分遊戯王はね、日本語じゃなくてコンマイ語と言われるね、特殊な言語でできてますんで、まあ仕方ないことなのかもしれません。まあ多分 CPU も理解に苦しんでいるんでしょう。ロミンちゃんのパンティーが見えない。どう頑張ってもね、見えないんですよ。近くに行くとね、ロミンちゃん消えるんですよ。おかしくないっすか？どう頑張っても見えないんですよ。消えるな！見せろ！なんなら、デュエルに勝ったら、服が脱げる仕様を追加して、脱衣遊戯王！デッキ選択画面で自分のデッキの内容がわからない。デッキ名だけで判断しろってこと？普通にね、デッキを選択するんですよ、対戦する前に。そのデッキの内容が、なんかわかんないんですよね。デッキ名しか出ないんですよ。特に、僕なんて、デッキ名常にふざけてるんで、自分でもデッキ名見て、どんなデッキかわかんないってことあるんですよ。まあ、それはお前の責任だろ、みたいなところありますけど、そうは言っても、デッキの内容は確認できるようにすべきだと思うから、まあ、これは製品版までに改善しておいてくれればなと思いますね。カードテキストが絶望的に確認しづらい。これなんですけど、カードを確認っていうボタンを押さないと、詳細っていうボタンを押さないと、カードの詳細がわかんないんですよ。これリンクスに慣れすぎてるのかもしんないけど、カードにカーソルを合わせるとポップアップ出るようになってるじゃないですか、デュエルリンクスとかって。それに、なんかそう慣れすぎてるからなのかもしんないですけど、デュエル画面の、カードに合わせてカーソルを、で、カードの詳細を見るみたいなことをしないと、見れないんで、なんかデュエル画面さ、左右にスペースあるんだからさ、どっかにカードテキスト出るようにできないのかなと思いましたね。カードテキストを把握するために押すボタンが増えるっていうのが、すごい操作感としてめんどくさいし、手間なので、まあ、OCG よりはね、500万倍テキストがわかりやすいから別にまあ、そこは嬉しいんですけど、ちょっとですね、ボタンを押す手間が増えるっていうのは、もうその全体的に操作感のテンポが悪くなることにつながるんで、まあ、これはもうちょっと改善してほしいなと思いましたね。相手ターンにカードを確認できない、これ致命的欠陥じゃねと思ったんですけど、墓地とかあと自分が伏せてるカードとかを確認したくても、なんか相手ターンだとなんかできないんですよ。なんか相手がアクションして初めてできるようになるんですけども、ここの辺はね、デュエルリンクス見習ってよろしいか。セットカードは詳細を押さないと何が伏せてあるかわからない、これもまあさっきと同じような感じですね。テンポと操作感がね、遅くなるし悪くなるんで、セットカードは一体何を捨てたのかっていうのをポッてこう、選択した時にポップアップでポンって出るようなね、まあ、そういう、まあちょっとなんかそれを追加するとすげえ重くなるみたいな話はあんなかもしれないですけど、まあ、そういうのはあった方がいいなと思いましたね。すげえめんどくさいっす。結局ダークリベレーションゲー、ダークリベレーションっていうなんかぶっ壊れカードがあるんですよ、ラッシュデュエルには。だからこのカードのカードパワーがあまりにも高すぎるっていう問題ですね。あれ一つだけ効果ぶっ壊れすぎなんですよね。あれ伏せられたら除去ないと終わりなんだよね。終わりなんだよあれ。だからダークリベレーションゲーであるっていうのは念頭に置いてね、序盤はねプレイングしていかないといけないですよね。体験版時点では自分でデッキが編集できない、これうざいだろ、初心者向けすぎ。これに関してはカードゲームの皆さん醍醐味って、まあ、自分のデッキをいじることだと思うんですよ。なんですけどこれできないんですよね、体験版だとね。少なくともカードの編集はできるようにすべきだったなと思いますね。
基本的にその配られるデッキを使ってデュエルをすることしかできないので、あの自分でその このカードを抜いてこのカードを入れるとかはできないんですよ。体験版ではもちろん製品版ではできると思いますけど、まあ、これはできるようにね体験版からしてほしかったなと思いました。レアカードの入手がきつそう。これはね、まあ、ちょっとまだわかんないんですけど製品版が来ないと。とりあえず私5時間くらい遊びまして、まあ、モブも倒してクイズも41問くらい解いたんですよ。あーもう今解ける段階のクイズを全て解くとなんかチケットとかゴールドがもらえるんですけど、まあ、そのチケットとかゴールドを使ってパックを剥いていくんですが、あのそれでもね初期パックはコンプリートで できなかったし、あと欲しかったブルーアイズホワイトドラゴンも出なかったんですよね。まあ、ブルーアイズはおろかレアカード全然出ないんですよね。懸念事項としてはカードの入手にまた無限に時間を取られる問題が発生してくるんじゃないかと思ってて、肝心のデュエル時間が減って、要はあの周回作業みたいなモブを倒すとか、なんかそういう作業にすごい時間が取られる可能性があるってことですね。これで心が折れる人が多くなりそうな予感があります。あのデュエルリンクスと全く同じ。リンクスも結局キャラクターとかカードをゲットするのめちゃくちゃ大変なんで、だからやめちゃうとか続けられないっていう人が出てきてるんですけど、これと全く同じ現象がこのゲームにも起きる可能性があると。これ毎回なんか言ってるようにカードの入手は別に難易度を高くする必要はないんですよ。そのカードの入手結構簡単にできて、でデュエルをすることに時間を使ってもらう方が基本的にはいいと思うんですよね。で、まあ、もちろん強いキャラクターとかを用意してそいつに勝ったらなんか強いカードを1枚で絶対もらえるとか、そういう風にした方がいいと思うんで、だからカードのゲットの仕方は簡単にするべきだと思う個人的には。で、もしかしたらなんですけど課金したらカードがゲットしやすくなるとかもあるかもしんないんですよね。まあ、わかんないですけどまだ、まあ、そうなったら買い切りの据え置きゲームっていう、のいいところが一瞬にして崩壊するんで、まあ、ぶっちゃけね続けるのきついです。そうなったらもうリンクスとかに死ぬほど課金してるんで、ラッシュに回す雪地の残機ないんですよ私。なんで、まあ、そうなった時はちょっときついので、まあ、やめてほしいなと。ということで結論、ラッシュデュエル自体はめちゃくちゃ面白いです。しかしね、しかしですよ、ゲームの操作性がちょっとねもっさりしてるんでちょイライラするなっていう、イラッとくるぜっていう印象でした。まあ、これはね、もしかしたらデュエルリンクスっていうゲームに慣れてるからかもしれません。皆さんだったらもうちょっとサクサク、別にそんなに気にしないよっていう人が多いかもしれないけど、俺はそう思った。もうちょいサクサク動いてくれたら嬉しいですけど、まあ、現状イライラすることが多かったですね。まあ、これもね、全部ね、ドンサウザントってやつのせいらしいんですけどね。絶対に許さねえドンサウザント。このゲームね、買うには買いますけど、リンクスやってる人なら特にね同じように思う人多いんじゃないかなと思うんで、皆さんもねどう思ったかぜひ教えてください。今回の意見はあくまでも私の個人的な意見であります。以上。